今回はこちらのランドクルーザー100、こちらのモデルのディーゼルエンジン的のもの、これにてこの場所にてプラス PPL のお試しをお願いしてみました。これランクルの直録のディーゼルでしたっけ、違ったっけ、なんだっけ、直録ディーゼル、直録ディーゼルですよね。 4.2 リッターとかってなんだっけ、そうですね。そう、このマンホールの乗り越えた時の音、そういうのを少し学習してって、うん、こういうのね。ずっとまっすぐ入ります。いや、なんかアクセル抜いた時の静かさはすげえな。さすが高級車だよね。これすごいよね、これね、この静かさ。すごい静か。トラックみたいですか。じゃあ減速してってね。減速でお願いします。後ろも来ないかな。ちょっと待ってね、静かに。結構下側からの突き上げが変わりますね。でもすげえわ。すげえ静か。あと 200m 行くと一旦停止になります。そしたら左折のウィンカー出してくれる工事現場の入り口のところを塞いじゃっていいや、今日休みだからね。 OK、 今日お前さんもいない、ね、じゃあボンネットリリースしてくれる私が外してきます。外に行きたがってるね。ハンドル切ってる量が増えた。なんかゴツ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 しますよね。いや、やっぱり高級車だよ。すげえ静か。じゃあゆっくりお願いします。全然今日は障害がないな。減速でお願いします。あとね、旗から見てると多分タイヤのグリップが落ちてるんだろうね。だからハンドル切ってる量が増えてるように見える、曲がってる時。いや、でも全然すげえ高級車、感激した。何キロ走ってるんですか、これ。これ28万。あ、そう。いや、すごいわ。なんか評価が高いのわかるよ、ランクル。じゃあ、あそこ一旦停止で右折でお願いします。どうですか、多少パワーの感じはありました？パワーが少し力あったかな、みたいな。それあんまりなかった。パワーは変わらないですけど、ゴツゴツ感が。乗り心地の方の変化かな。お付き合いありがとうございました。ということで、レカロシート装着の後、この20万キロオーバーの、ランドクルーザー100、助手席に乗っていても、宇治素性、とても高級車だという感覚がありました。アクセルオフの状態での、グライダーのような感覚は、今でも希少かと思います。